無双山聖氏、無双山聖氏、無双山正九1972年2月14日帯は、茨城県三戸市出身。出生地は、勝田市、現在の日立中市で武蔵川部屋所属の元大相撲力士。最高位は、東大関。本名は、細そた人。身長184センチメートル、体重177キログラム。現在は、年寄り、藤島。 得意種は突き、押し、突き落とし、巻き落とし、左四つ、より、趣味は釣り、独身。父親のおそまさと、以下、父と表記は、茨城県相撲連盟理事長というアマチュア相撲の応募所であり、アマチュア選手として国体に十一回出場した、経験も持っている。その息子である、おそたけひと、以下、各界入りまでおそと、表記が後に関した。 仕込め、無双山聖師の下の名前の由来は、父の名前にある。おそはもともと相撲ではなく、魚釣りやソフトボールを、好んでいた。小学四年生の時に父に、相撲を教えてほしいと頼んだ際は、熱意の程を確かめたいと思った父から、腕立て伏せ30回毎日やり通したらえてやると、条件を出され、1ヶ月やり通したおそは、指導を受けることを許された。そうして、 父が指導の手腕を振るう、三刀刺す毛道場において、その訓導を受ける生活が始まり、まず自宅の庭には十五尺土俵が、その側に、日の木製の鉄砲柱が用意された。稽古を始めてからほどなく、県内のワンパク相撲大会に出場したおソは、際どい判定の末に一回戦で敗退してしまう。納得できなかったオは、自分の勝ちであるはずと不服を漏らしたが、父は、毅然と、 勝ったようにも見える。でも、誰が見ても勝っているというような相撲を取らなきゃダメなんだ、と一括し、そこから稽古が本格化した。小学校4年生の頃のオソは、身長 143cm で 37kg と、他の子供と比べても小さくあぐらもかけないほど、柔軟性に欠けていたという弱点を持っており、それ個人一倍の稽古が求められた。具体的に、 柔軟体操から始まり、腕立て伏せ、四股踏み、バスケットボールの中にコンクリートを詰め込んだ特製のボールを抱え200回の屈伸運動、すり足で200メートル、そして四股を踏んだ体勢でのうさぎ飛び。夕方4時半からは、実際に回しをつけ、土俵に上がっての稽古を行い、仕上げに自宅にタイヤを積み重ねた、重さ100キログラムの打ちかまし。 マシーンを6メートル動か稽古を30往復化された。朝稽古が終わった後の6時半には、例として牛乳2本、野菜ジュース、チーズ4個、目玉焼き2個、ステーキ2枚、焼き魚たっぷり、生野菜とおひたしをボウルで、山盛り、ご飯2膳という大人2人分の食事を父親が作って用意し、食べきらなければ学校に行くことは許されなかった。 昼食としても父が腕を振るって用意した二段重ねの特大弁当を持たされ、そればかりか、カルシウム補充の目的で、ポケットには煮干しもねじ込まれた。こうした、相撲付けの生活から相撲番、巨人の星と呼ばれたが、五つ上の姉は、やっていることは、虐待と変わらないと、父の徹底指導を腹に据えかねて、猛抗議したことがありあたりの父も、 できる子なら投げ出してほしいと内心で願っていたという。その中でも、お祖は決して投げ出さなかった。お祖が徹底指導に音を上げなかった影には、土俵外でむしろお祖に甘いとされる父の姿があり、父がお祖との会話や団乱を惜しまなかったことも関係している。水戸農業高校三年の時には、全国高等学校相撲選手権大会で優勝して、 高校横綱を獲得し、先週大学3年生の時には、全日本相撲選手権大会で優勝して、アマチュア横綱を獲得した。父は遅が小学4年生の時点で、従業員50人ほどの規模を誇る建設会社を経営していた、実業家でも知られ、相撲の英才教育に費やした時間と情熱について、息子に注ぎ込んでいたエネルギーを会社に蹴っていたら、 今頃は二部上場していたかもしれないと語ったことがある。その一方で父は一貫してメディアに出ることを嫌い、その理由を今あるのは全て息子の努力に立脚したもので、私は環境を作っただけと話している。アマチュア時代は東の嘘、無双山、西の山本、土佐の海と称され、高校時代、大学時代、無双山は、専修大学、土佐の海は、 同志社大学を通じて良きライバルであった。父親と約束していた、各界入りは、学生横綱か、アマチュア横綱になってから、の条件を達成したので、1993年1月には、大学を3年で中退して、各界入りした、先週大学からの各界入りは、大公に次ぐ。ただし、先週大学卒業者の初席取りは片山。 アマチュア横綱の実績により、1993年1月場所、幕下付けでで初土俵。2場所連続7戦全勝で重量に昇進、無双山と名を改めた。最初は、ブフタミと名乗ったが、海という名は自分には似合わないとして無双山と変えたと言う。ブフタミの個名で書いた色紙はごく少数ながら存在するらしく、貴重品であると大相撲中継の解説では題と、 なったこともある。その重量も2場所で、通過、1993年9月場所には入幕を果たす。この時まだ相撲教習所の生徒であり、相撲教習所の卒業式に出た、最初の幕打ち力士となっている。1994年1月場所は、全頭3枚目に昇進し初の上位挑戦だったが、いきなり、横綱明けぼのを下して、金星を獲得。 そして三章、主君賞受賞。翌、三月場所には小結を通り越して、関分けに昇進、初土俵から八場所での関分けは、当時の最速記録だった。あまりの昇進の速さに個名が定着せず、ある日幕内の取り組みで、無双山自身物言いがついた時の競技説明の際に、当時の九十審判部長、元横綱北の富士に、おその個名で間違えて呼ばれたこともあった。 回しの色には自分のお気に入りの銀レズを用いた NHK の大相撲中継ではイブシ銀、またはガンメタリックと言われることもあった平成の怪物と呼ばれ当時時代を築きつつあったアケボノやタカノハナの好敵手として期待された若ノハナには最初に連敗したもののその後8連勝した最終的な対戦成績は11勝14敗 1994年9月場所では、初日から11連勝して最後まで、大関高野花、当時、後、高野花と優勝を争い、一歩及ばなかったが13勝2敗の優勝時点。翌、11月場所は早くも、大関取りの期待が膨らんだが、場所前左肩のあだ休の怪我による稽古不足が影響して、7勝8敗と初の負け越しとなった。 小結びに下がった1995年1月では、初日に、新横綱、高野花を下し、連勝記録を三十で止める主君の星を挙げたが、六日目の高遠力戦で左肩を脱球してしまい途中、球場に追い込まれた。その後も左肩脱球の再発や、足の親指の負傷など怪我が重なったこともあり、六年間大関候補と、言われながらも伸び悩んでいた。それでも、 1996年3月場所には、関分けの地位で12勝3敗の高成績を残し、受賞者、自体1年ぶりとなる、技能賞を獲得するなど見せ場も存在した。2000年1月場所では、千秋楽に、海王、当時関分けを下して13勝2敗、関分けの地位で、念願の幕内初優勝。 そしてよく月場所でも十二勝三敗の好成績を残し、ようやく遅咲きの大関昇進を果たした。大関昇進伝達式では工場に、正々堂々の文言を用いた。しかし新大関の五月場所を、腰椎追間板障害で全球、大関カ番で臨んだ七月場所で四勝十一敗と、負け越し、大関在位二場所で関分けに、陥落の屈辱を味わった。 大関が2場所連続での負け越しで関分けへの陥落になる。現在の制度で考えうる最短在位である。それでも関分けに陥落した直後の9月場所で先週楽に勝利して10勝5敗。大関特例復帰規定、取組日数、現在は15日間の3分の2、同、10勝以上の勝ち星を挙げること。ただし、何らかの災害等のため増減があった場合でも、 その3分の2以上で計算するに達して1場所で大関に帰り在下。くしくも師匠の武蔵川、元横綱、三重の海も大関から関分け落後に1場所で大関復帰を経験している。大関最小審後の2001年3月場所には大関海洋らと優勝を争い、先週落に海洋に敗れたものの12勝3敗の優勝時点という好成績を残した。 翌、五月場所では、十四日目に、高野花を巻き落としで下す、詳細は後日相撲も見せ、自身五年ぶりに、五月場所で勝ち越した。この取り組みで高野花は、右膝半月板を負傷し、先週楽に強行出場して優勝したものの、翌、七月場所からの七場所連続休場を余儀なくされた。しかし、五月場所以降の無双山は最高の成績でも十勝五敗に、終わり、 優勝争いに参加することはほとんどない状態だった。力士晩年には途中休場や解禁負け越しも記録して大関を保つのがやっとで大関角番と角番脱出の繰り返しという土俵が続いた。素質からは横綱を期待する声もあったが左肩脱球を繰り返す怪我などもあって果たせなかった。なお二千三年十一月場所まで大相撲には交渉制度 本場所中に土俵上の大怪我で、翌場所全休しても、その翌々場所は、翌場所と同じ地位に泊まれる制度が存在していた。しかし2003年3月場所6日目、武装山は、左肩脱臼の怪我で、全治2ヶ月の診断書が出て、途中休場したものの、当時の交渉適用は、却下されてしまう。師匠の武蔵川親方が抗議したものの、審判員らはその理由として、 脱球は、古傷の繰り返しによるもので、来場所までに回復して、相撲が取れるはずというものだった。左肩の具合が完全に回復しないまま、強行出場となった、翌、5月場所は、通算2回目の大関角番となったが、先週楽に八勝7敗と勝ち越し、角番を脱した。その後も無双山は2003年9月場所5日目。 左肘の骨折を起こし再び全治2ヶ月の診断書が出て途中休場したが、これも交渉認定はされなかった。翌11月場所も9勝6敗と勝ち越して通算3回目の大関カド番を脱出。このことから当時の北の海理事長は交渉廃止を提案し、結果2003年11月場所限りで交渉制度は廃止となった。 2004年10月2日の横綱、武蔵丸引退相撲での土俵入りでは、武双山が立ち持ちを務めた、梅払いは宮城山。それから約1ヶ月後の同年11月16日、11月場所3日目、この場所は、初日から3連敗を、最後、大関の地位で現役を引退。年寄り、藤島を襲名し、二所の関一門に渡っていた。 富士島の名跡を、出羽の海一門に引き戻した。2006年5月場所からは病に倒れた、同じ一門の二十山親方、元大関、北天竜。同年6月23日死去に代わって、審判委員を務めた、その後一旦退族が、2010年9月に再任。2010年9月30日に、 年寄り名跡交換はせずに、師匠の武蔵川親方から部屋を継承する形で、藤島部屋を創設し、2015年1月29日の理事会を受けて、定年を控えた、朝日山親方、元大関、大樹の後任として、役員待遇の審判部副部長に抜擢された。2016年1月、役員候補選挙に初出馬し、副理事に当選する。 同年3月の職務文書では、審判部副部長に留任するとともに、新たに事業部副部長にも就任し、協会執行部入りした。9月場所、腰の治療のため、場所中審判から外れた。無双山は、この場所初日から13連勝の高野花と対戦した。高野花は、左差し右上手を引きつけて、投げを交えて振るが、一枚回しなので、思うように無双山は、 崩れず、最終的に無双山は高野花を巻き落としで下す。だが高野花は、無双山の巻き落としに落ちた際に、右膝あだっの重傷を負ってしまった。取り組み後の夜に高野花は、師匠の双子山、元大関、高野花から、休場を勧告を受ける。しかし強行出場した高野花は、先週落結びの一番で、武蔵丸と対戦し、まず本、割では、 仕切り中に足を引きずる動作から手も相撲が取れる状態でないと、注目から判断され、その心配通りに、武蔵丸の軽い突き落としで立ち合い直後に破れる。だが十三勝同士で、武蔵丸と戦った決定戦では、大方の予想を覆し、豪快な上手投げで勝利。この優勝劇は、当時の内閣総理大臣である、小泉純一郎、痛みに耐えてよく頑張った。感動した。 おめでとう。と興奮をあらわにして称賛しつつ、内閣総理大臣杯を手渡す一幕に大きく印象付けられた。他方で無双山は一部の相撲ファンから、高野花が怪我をしたことに、無双山の夜分が関係していると批判されるようになり、場所直後の読売新聞の記事には、怪我の一員が無双山の緩く締めた回しにあったと明記されていた。無双山に限らず、 ユルフンの力士は、当時の土俵上で珍しくなく、ユルフンが戦略として蔓延していることも、同じ記事の上で問題になってい、ただし客中にある通り、無双山の場合は、腰痛が原因できつく締められなかった。当時理事長であった、時津風も、正々堂々を是とする相撲道に反する行為として、たびたび苦言を呈してきた。武蔵丸も自身と同部屋の大関、 無双山との取り組みが原因で、高野花が重傷を負ったことを多い目に思ったのか、普段の場所の決定戦で通常考えられない、敗北を喫してしまい、これが、武蔵丸の評価を下げてしまった。小泉の絶叫が、社会現象にもなって、無双山はすっかりヒールになってしまった。気心の知れた店食事に行っても、この話題を避ける雰囲気が無双山に伝わってきた。 人気の高の花に大怪我を負わせたことで部屋には避難、中傷の葉書が,が舞い込んだ。読む気にもならない、感情的な文面もあったため、付け人が気を使い、無双山の目に触れさせないように処分したことがある。括弧内は、勝敗数の中に占める、不戦勝、不戦敗の数。太字の白鵬は2019年現在、現役力士。楽しく、ご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。